おはようございますすアーキーキチューデンツです今日は 3D プリンターの設定第2弾ということでまずフィラメントの設定をしていきたいと思っていますでフィラメントの設定が終わったら実際にオブジェクトを印刷してみたいと思ったのでこちら今写しているサッカーボールのようなオブジェクトを印刷していきたいと思いますでは行きますまずフィラメントの先っちょをこうやって掴みます 先っちょがちょっとあのー、切ってください先っちょで先っちょを切ったら後ろのチューブにつないで挿入していきますでグーッと先っちょが出るまで押していきます先っちょが出るのは中の方で確認してもらって結構グーッと押さないといけないみたいです このようにフィラメントが出るまでやってくださいでフィラメントが出たら長さを適当にこう決めてこの穴に入れていきますでグッと力を込めて入れてくださいこれで設定が完了ですでは次にフィラメントをロードしていきますロードをタッチしてください そうすると、フィラメントのロードが開始されます。加熱中ってなってて、二百二十度まで温度が上がるみたいです。この設定は全部自動です。加熱の完了です。しばらくお待ちください。フィラメントのロードが完了しました。で、実際に印刷していきたいと思います。 先ほどの印刷を押すとボックスの印刷に移るかと思うんですけれど今回はそれじゃなくてサッカーボールのようなオブジェクトを印刷してみようと思いますで実際のこちらのボタンを押すとこのような画面になっててコンカーブみたいなこの緑のボタンを押す前にレベリングにチェックを入れて印刷のボタンを押しますそうすると印刷が開始されますまず準備みたいなのかな 始まるみたいです。このような感じで高さ調整とかからやってくれてます何箇所か自動で全部やってくれてるみたいなのですごい便利です実際に印刷がスタートしましたこれは8倍速でお送りさせていただいてます8倍速だとかなり早いんですけれど 8倍速じゃなくても結構速いです。このように下の方から積層を積んでいくように 3D プリンターが動いているのが分かるかと思いますすごい速いみたいでその他のプリンターを使ったことはないんですけれど実際に他のプリンターと比較されている方はスピードがすごい速いというふうにイン,ターネットでインターネットとかではーネットとかでは お見かけしました。で、こちらが斜めから見た感じなんですけれど、中は空洞じゃなくて支えみたいなのがあるかと思います。こちらはなんか自分で設定作るみたいです。倒れないようにですね。で完成しそうなので、こちら動画撮ってるんですけれど、このように最後までちゃんと。印刷をしてくれているのがわかるかと思います。 結構キラキラしたフィラメントなのでテカリがすごいですね完了画面はこちらになってて印刷の時間は36分という感じです次に実際にモデルを取り出してみたいと思っていますこの磁石の板を手前に引いてきてこのオブジェクトをもう パパカカッッとと取るだけですパカッと。これで完了なんですけれどこのようにちょっとフィラメントのカスがついているのでそれを取りながらですねあともう一つ忘れたらいけないのがこの板にフィラメントの残りのカスがついていることが多いのでそちらも掃除することを忘れないようにした方がいいかなと思っています結構これは取りやすいと思います で実際にできたオブジェクトがこちらでサッカーボールのようなものを作ってみましたこれはもうデフォルトで入ってたので印刷を押すだけですごく簡単でしたフィラメントに光沢が入っているのでキラキラしているのがわかるかと思いますこちらも追加で印刷してみたものなんですけれど船を印刷しました 実際にこのハンドルとかも細かいんですけれどちゃんと表現してくれててすごい細かいものも向いてるなと思,思いました 3D プリンターがですね、えー、今回はフィラメントの設定からオブジェクトの印刷までやっていきましたオブジェクトは実際にこの2つのものを印刷してみましたまた次回とかからは自分で作ったものとかも 印刷していきたいと思ったのでどんどん作ってみたいと思いますまたチャンネル登録とかこんなことやってほしいなとかもあればぜひコメント欄とかで教えてくださると助かりますあといいねとか待ってますあ、グラスホッパーもあげたいと思ってますご清聴ありがとうございました